中日、ついに先生来た。はあ、宇佐美来た。はあ、宇佐美、先制2点タイムリー。打つなら宇佐美よな。やはり宇佐美、これをシーズン途中干してた。宇佐美ぐらいやな、チャンスに強いの。まあ宇佐美が打ってもね。もっと宇佐美を使えと前々から思ってたんだよ。まあこれで一応バントの意味あったか。岡林、細川、石川、チャンスだとなぜか打てない3人。さすが勝負強い紫を落としただけある。さすがアイドルを嫁にしてただけあるわ。チャミ、宇佐美4番節で行こうや。宇佐美打撃の調子ええから、正捕手でエンダーな、盗塁阻止率もチーム内では悪くねえし、嫁には逃げられても打てる球は伸ばさへんで。宇佐美打撃は中日のキャッチャー陣の中ではトップだな。わいマジでファースト宇佐美で良いと思うんだけど。小笠原、今日は2失点までできるな。タッツの機嫌が良くなってよかった。練習見に行ったことあるが、細川の次にすごい当たり連発してるのが宇佐美なんよ。細川の得点圏、立浪が当てに行けって言ってないと説明つかないんだけど、なんなんあの手打ちみたいなの。ご視聴ありがとうございました。